はい、平成1年です。今回はですね、沖縄県民も大好きなねタコスの美味しいお店をね7店舗紹介していきたいなと思います。これを見ればね、地元で人気のあるタコス屋が分かって、次行くお店っていうの迷わなくなりますのでね、ぜひ最後のお店までチェックしてほしいなと思います。沖縄タコスっていうのは、沖縄がアメリカだった時代にアメリカ人向けにねいっぱいのお店ができたんですけれども、時代とともにね日本人の口にも合うように進化していったっていう独特の歴史があるので、ワッタウチナンチュにとってのソウルフードになってるんですよね。昔よくねテイクアウトで買いに行ったやつさって思い出があるウチナンチュも多いんじゃないですかね。まあ、それがね今では旅行者の人たちからも大人気になってて、僕のインスタのアンケートでも沖縄で食べたいものトップ3に入るぐらいになってきました。でもまだまだね、どのお店に行ったらいいのかわからんやすさっていう声も多いので、今回はね地元で人気のあるここ行ったら間違いないよっていうねタコス屋さんを7店舗紹介していきますので、ぜひこの動画を参考にして行ってみてほしいなと思います。まずはじめに紹介したいのが沖縄市コザにあるチャーリータコスですね。まあ、実はねここが沖縄タコスを初めて提供した元祖のお店なんですよね。まあ、1956年創業ということで約60年以上ねある老舗です。まあ、オレンジレンジやねダパンプのイッサなども紹介しているお店で、まあ、超がつくほどね有名店ですよね。当時ねここのタコスがすごく美味しいっていう評判が広がってね、いろんな人たちがチャーリータコスの味に感動して、でタコスのお店をオープンさせたなんて逸話もあるぐらいです。チャーリータコスは沖縄が米軍統治下にあった時代にエーサインレストランとしてスタートしたお店です。エーサインっていうのは米軍公認の飲食店に与えられた営業許可証のことですね。まあ、そこで開店当初からオリジナルのタコスを提供してたらですね、そのタコスがどんどん人気になってお店大繁盛してたそうですよ。まあ、そんなチャーリータコス、店内のね年代を感じるアメリカンの雰囲気も最高なのでね、まあ国際通り店もあるんですけれども、僕のおすすめはねコザ本店で食べることです。まあより美味しく感じられると思いますよ。はい、こちらがねチャーリータコスのタコスですね。ビーフチキン、ツナから具材選べるんですけれども、まあ、初めて食べる人はね1人前3ピース頼んでね全3種類を食べ比べしてみてはいかがかなと思います。タコスといえばね、まあ、シェル、皮はねカリカリのハードな、まあ、アメリカンのタイプっていうのが一般的で、まあ、本場メキシコだったらねふにゃふにゃのソフトなトルティーヤっていうものね有名なんですけれども、チャーリータコスのタコスっていうのはその中間ぐらいなんですよね。まあ、外がカリッとしてて中がもちっとしている感じなんですよ。まあ、今回紹介する中でもね本当にバランスがいいなと思ったのが一番の感想でした。でもう一つね特徴としてあるのが、今回紹介する中でもねこのレタスがね細かく刻まれててすごいシャキシャキなんですよね。だ食感をシャキシャキしながらもパリッとしてもちっとしている中に具材いっぱい入ってるっていうね、デージ美味しいタコスでしたね。見ていてもね多分思ってる人いると思うんですけれどもね、タコスなのにツナって合うわって思うと思うんですけども、これね絶対食べた方がいいですよ一回。というのもこのシャキシャキのレタスとこのツナね、たっぷり入ってるツナとタコスデージ合いますからね、ぜひ試してみてほしいなと思います。でこの特製ソースなんですけれども、島唐辛子を使ったねちょい辛のねオリジナルソースです。まあ、今回紹介する中ではねそんなにものすごく辛いっていうわけじゃないんですけれども、まあお好みでねつけたりつけなかったりっていうような形で楽しめますので、ぜひね辛いの好きな人はかけてみてください。この音がいいですよね。一口でねガブッといけるような大きさですし、すごい食べやすいんでね、女性の方でもね結構3ピースでも食べれますからね。で最後にねこのビーフですね、まあ、一番定番のものになるんですけれども、特徴はねこのビーフね全然ね汁気がないんですよ。だからね皮がベチョベチョになることなくて、最後までね最初と一緒の味が楽しめるっていうのがね特徴ですね。まあ、すごくね肉肉しくてね、まあ、最後のソースかけてもねやっぱ合うのでね、ぜひねこのビーフ食べてほしいなと思います。個人的にはね沖縄でどこのタコスで行った方がよく分からんやつだっていう人たちにはね、まず最初におすすめしてるのはこのチャーリータコスです。
うちのソウルフードのタコスをね作った元祖のお店でもありますし、まあ、味はベーシックですし辛すぎないですからね。であとツナだったりとビーフもあるっていう形で、あの種類も豊富なので、まあね、まあこの動画見てね、あのまた行きたくなった人もしくはね、あのまだ行ったことないよっていう人はね、ぜひチャーリータコスのコザ本店行ってみてほしいなと思います。はい、続いてがね、那覇市のサンライズ那覇通りの中にあるね、赤とんぼっていうお店です。ここはね、国際通りの平和通りをね抜けてきた反対が海南の方にあるお店なんですけれども、タコライス食べたよっていう方々は多いんじゃないかなと思います。ただね、ここのタコスもね有名ですので、ぜひ紹介したいなと思っています。このお店はね、基本テイクアウト中心のお店なんですけど、まあ、隣にね台があってね、そこでまた立ちながらね食べることもできます。学校帰りの学生の方が多かったりとか、あと近くの商店街の人たちがね買いに来て、まあ、もう顔見知りなんでしょうね、まあ、喋りながら買っていく様子っていうのがよく見られました。でこの赤とんぼのねタコスの特徴っていうのはこの長さです。トルティーヤをね揚げるための機械っていうのがなぜかね長かったんでね、この形になったみたいなんですよね。だからね、ここのお店ではタコスのことをね1個っていうわけじゃなくて1本って言うらしいんですよ。で非常に面白いですよね。手にね収まりきらんぐらいの大きさなんですね、これ。ソースの方はね、ここはね甘めです。まあ、子供とかね、あとお年寄りの方も多いからね、多分甘めになっていったのかなと思いますね。でこのね、あの長いねトルティーヤなんですけれども、まあ、どんなねあの柔らかさかっていうとね、ものすごくバリバリです。バリバリっていうねあのやつですね。ほんとねスナック菓子みたいなね食感ですね。ここ赤とんぼのねタコスっていうのはもうほんとおやつ感覚でね食べれるようなものなので、まあ、ここね近くに牧師公設市場とか国際通りまでありますからね、そこ歩きながらね散歩しながらね食べるとか、あとはもうちょっと小腹が空いてさっていう時にねパッと立ち寄ってねテイクアウトして食べるみたいなね、そんな感じの食べ方って非常に合うなと思いますね。まあ、タコスの中でもね食感がバリバリっとあるようなものが好きな人とか、あとねあんま辛めのねあのソースが苦手だったりする人はね、あのここの赤とんぼのタコスおすすめですので、ぜひ食べてみてください。はい、続いてがね、沖縄市にあるプラザハウス内にあるねセニョールタコです。こちらのお店もね30年以上続くね老舗のタコス屋さんですね。プラザハウスっていうのは日本初のショッピングセンターで、あの米軍統治下にねある時から存在する、まあ、ショッピングモールなんですけれども、その中にあってね、やっぱレトロなねアメリカンな雰囲気と、店内はね、まあ、いろんな方々の色紙でね埋まっていて、すごい人気のお店ですね。こちらがねセニョルタコのタコスになります。まあ、ワンプレートっていうことでね3つついてくるんですけれども、まあすごい揚げたてでねデージ熱々ですごい美味しそうな匂いがしてきました。でここのねタコスのね特徴っていうのが、外側の方がパリパリで、内側具が入ってるところっていうのがもちもちになってるんですよね。これがデージ絶妙なんですよ。だからねこのちぎってる時のね指ってデージ熱かったんですよね、うん、なんですけれども、まあこのねちぎっていくとねなんかもちもち感があるなと思ってね、まあ触ってたんですが、まあ、口に入れてみるとね、まあ、全然違うんですよ。最初はねカリッとするんですけれども、どん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 もちもちのね食感が出てきて、デージ美味しいタコスですね。そしてねこのピリ辛ソースですね、まあ、そんなにねすごい辛いっていうわけではないんですけれども、僕的にはねかけた方が好きです。まあ、見た目にもわかるようにね結構皮がね分厚くて、中の具材っていうのもいっぱい入ってます。でレタスもねいっぱい入っているので、まあ、ソースかけた方がね味にねアクセントができて非常に美味しく感じられましたね僕は。まあ、3つ目になってくるとねタコス飽きるよっていう人結構いると思うんですけれども、こちらの場合はねソースがね結構ね辛ピリ辛でね美味しいのでね、まあ、どん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 味変していって食べるっていうのがおすすめです。
まあ、外がパリパリでね、中がもちもちっていうね、独特なね、あの食感が味わえるセニョルタアコ、ぜひね行ってみてほしいなと思います。さあ続いてはですね、金町にあるキングタコス本店ですね。まあ、ここはね通称金タコって呼ばれていて、タコライスのね発祥のお店っていうことでね、非常に有名なお店ですよね。まずね、うちなんちの人でね金タコ知らない人はいないと思うんですけれども、今回はねタコライスではなくてタコスの方をね食べてみたいと思います。金タコっていうのはね、県内でも 5,6 店舗ぐらいあるんですけれども、まあタコスを食べるならね、僕は本店の方が一番美味しいと思ってます。まあこれ完全にね個人的な意見なんですけれども、ちなみにタコライスであれば普天間店、まあこれはね他の動画で紹介しますんでね、ぜひそちらのタコライス編っていうのもね見てもらえればなと思います。はい、こちらがね金タコのタコスになります。まあ皮がね非常に薄いあのタコスになるんですけれども、まあ、具材とかね、チーズとか、まあ、ボリューム満点ですよね。まあ、トマトとかね、まあ、ぶつ切りですからね。で、チーズもすごい分厚いものになります。まあ、タコライスね、食べたことある人たちっていうのは分かると思うんですけれども、まあ、チーズ特徴的ですよね。で、ここにね、タコライスでもかけるソースをかけていくんですが、これがね、結構辛いんですよ。うん、なので辛さがねちょっと苦手な方っていうのはあまりかけすぎない方がいいと思います。そしてねこの皮なんですけれども、すごいパリッパリの皮になります。もっちりしてるとかっていうのもほとんどなくてね、スナック感覚で食べれるようなパリッとした薄い皮になりますね。このチーズの量すごいですよね。っていうのもね、このタコライスでおなじみのミートがね結構辛いんですよね。なのでこれぐらいチーズが入っててもすごく合うんですよ。なのでソースはね最初はかけないで食べてもねいいかなと思います。このミートはね結構ね汁気もあるんですけれども、このパリッパリの皮なんでね染みてべちゃべちゃになるっていうことがないんですよね。だからすごく美味しくいただけるっていうところもあります。まあ、やっぱりね金タコといえばね、まあ、タコライスもそうですけどボリュームですよね。まあすごいボリュームが多いので、まあ2ピースでもね女性の方だったらお腹いっぱいになると思いますし、男性でもね3ピース4ピース食べるっていうような感じではないです。チーズも万年入ってますからね。で、見てもらっても分かるようにねこんな風になります。皮がパリッパリなんでねどんどん落ちていっちゃうんですよね。まあ和のね食べ方が下手くそっていうのはね確かにあるんですけれども、まあこの風に真ん中からね割れちゃったりとかして、ね、落とすんでね、まあ手もねちょっと汚れちゃうんで、まあウェッティッシュ必要ですし、まあもう拾ってね食べるのがもううちな流っていうことでね、これ見てる方々はね勘弁してください。まあ金タコといえばねタコライスっていうイメージも強いですし、うちなんちもね、まあタコライス食べたことあるけどタコス食べたことないやつだっていう人いっぱいいると思うんですよね。ただねここのタコスね他のタコス屋と違ってねパリパリでデージ美味しいのでね、ぜひね食べに行ってほしいなと思います。まあ、通な食べ方はね、まあ、金タコ行ってタコライス食べて、で、その持ち帰りでね、タコス2ピース持って帰る。で、それで持って帰ってからビール飲みながら食べるっていうのがね、一番通な食べ方だと思いますよ。はい、続いてのおすすめのお店がね、沖縄市ゲート通りにあるカフェオーシャンです。こちらのお店っていうのは50年以上続く老舗でね、ゲート通りの中でも一番古いお店になるようです。カフェって書かれてるんですけれどもね、まあ、基本ライブバーという形でね、まあ、よくライブが行われているんですよね。そしてねオーナーさんもミュージシャンですよ。店内はねレトロなアメリカな時代を感じられる雰囲気になってます。やっぱりねゲート通りっていう嘉手納基地のねゲートの目の前なのでね、まあ古い時代の写真だったりとか、あとまあ常連さんもね外国の方々が非常に多いです。そしてねチャーリータコスでも紹介しましたけども、こちらも A サインのお店になりますね。はい、そしてねこちらがカフェオーシャンのタコスになります。見た目からもね分かるように非常に皮が薄くてねパリパリのハードシェルです。そしてなんといってもね色味が非常にいいですよね。これが50年以上の老舗のタコスです。
確かに皮は薄くてパリパリのねハードシェルなんですけれども、見ていただいてる通りね、形が崩れるようなことはないんですよね。もちもち感もちゃんと残っててね、デージ絶妙なんですよ。そしてね、味なんですけれども、一見薄そうに感じると思うんですけれども、ミートにも辛さがあって味付けしっかりしてますし、あとチーズですね、チーズが結構濃厚です。だから絶妙なバランスでね、この薄さのパリパリ感を味わいながら食べれるんで、デージ美味しいですよ。今回紹介しているハードシェルのねお店、まあ赤とんぼさんとか金太子さんとかっていうのはスナック菓子のような食感でしたよね。でもこちらのカフェオーシャンのタコスっていうのはどちらかというと軽食みたいな感じのタコスなんですよね。まあ、夜はバーもやってるっていうことで、一番通な食べ方としてはここはね、ビールと一緒にこのタコス食べるっていうのが一番おすすめです。なので夜にねカフェオーシャン行ってライブ聴きながらビール飲んでこのタコス食べる、これが一番おすすめですね。そして続いて紹介するのがタコス専門店タコス屋さんですね。今映ってるところが茶壇なんですけど、こちらが本店になっていて、那覇の方の新都心店っていうのもあります。このお店はね、多くの芸能人の方々がテレビや雑誌で紹介していて有名なんですけれども、特にね沖縄の興南高校がね甲子園で春夏連覇したメンバーが足通っていたっていうことで話題になりましたよね。はい、そしてこちらがねタコス屋さんのタコスです。創業以来ずっとね手作りをしているタコスになりますね。でまずねこのソースなんですけれども、今回紹介している7店舗の中で一番辛かったです。まあ、とは言ってもね美味しい辛さなので、かけすぎても全然問題ないんですけれども、やっぱり辛いのが苦手っていう方はね、やっぱかけすぎない方がいいと思います。でもね食べてみると分かるんですけども、ミートの中にチーズが入っていて、このチーズがねとろけてるんですよね。なのでねすごく優しい味がするんですね。あ、だからこれミートね結構辛めにしてるのかななんて思いました。だから結構かけすぎてもすごく美味しく食べれるなっていうのが僕がね食べていて感じたことですね。そしてね皮なんですけれども、皮はね、まあ、あのすごくもっちりした皮になります。見てもわかるようにね厚みがあって、で食感はね結構歯ごたえありますね。この皮はね季節によって変動する湿度や温度に応じて作り方を変えるほどのこだわりだそうですよ。チーズがとろけるタコスとレタス、トマトの量がちょうどよくて、サイズも大きすぎ小さすぎずで全体のバランスは絶妙です。なので今回紹介した中でもね、女性の方にかなりおすすめできるタコス屋さんですね。ここ茶壇店っていうのはアメリカンビレッジがもうちょっと北の方に行ったスナベっていう地域にあるんですけれども、裏手の方がね海岸になってものすごい海の景色が綺麗です。なので店内でも食べれるんですけれども、ぜひね天気のいい日にはテイクアウトしてね、その海岸沿いで座りながら、まあ、サンセット見たりとかね、あの水平線見ながら食べてほしいなと思います。沖縄でしか味わえない体験楽しんでくださいね。はい、最後に紹介するおすすめのタコス屋さんがメキシコです。まあここはね本当に有名なところで、うちなんちだったらね一度食べに行ったことあるかなと思うんですけれども、今や観光客の方々でも知っているぐらい有名なお店ですよね。ここメキシコはね宜野湾市にあるんですけれども、あの国道58号線ね那覇空港から茶壇向けに行くとすぐね脇に入ったところにあるんで、そんなに迷わず行けると思うんですけれども、まあここでね45年以上経っている老舗になります。そしてね1977年創業当時からねメニューは一皿4ピース入りのタコスのみっていうね、正真正銘のタコス専門店ですね。注文は何人前か伝えるだけですね。はい、こちらがねメキシコのタコスになります。まあ、4ピースもあるとね結構多いかなと思うかもしれないんですけれども、結構小ぶりでねペロッといけちゃいますよ。まずね自家製のサルサソースなんですけれども、辛みだけじゃなくて、ね、酸味と甘みもね結構強いので優しい味わいになってます。だからね結構かけすぎちゃっても大丈夫なサルサソースなんですけれども、4ピースあるんでねかけてみて試してみてもいいかもしれないですね。
でね、サルサソース派と塩派っていうのがいてね、塩派の人っていうのはトマトの上にパラッとね軽く塩振って食べるんでね、少し濃い味になるらしいんですよ。まあ辛くないんでね、シンプルなタコスの味を楽しめるそうですよ。まあ辛いものがね苦手な方もぜひ試してみてほうがいいかなと思います。このね皮なんですけれども、秘伝のレシピでね1枚ずつ手作りしてるらしいんですけれども、今回紹介する7店舗の中で一番もちもちでした。デージもちもちしてて美味しい。なのでハードのねパリパリの皮を食べたいっていうわけじゃなくて、もちもちのね皮を食べたいよっていう時は必ずねメキシコ行った方がいいですよ。はい、今回はね以上になります。タコスがね美味しいおすすめのお店7選ということでね、永久保存版でお送りしました。まあここね行けばね間違いないですからね。今回紹介した中でね、ここは全然美味しくないやつさっていううちなんちまずいないと思いますよ。なのでね、まあ沖縄来た際にタコス食べたいなとかね、あと地元のねうちなんちの人たちでまだ回ったことないとこあるやつさっていう人たちをね、ぜひ今回この紹介したこの動画を見てね、タコス屋さん回ってみてほしいなと思います。他にもね沖縄のまとめ動画とか、あと沖縄の話とかいろいろやってますので、ぜひ他の動画も見てみてください。